サーティワンさんの本社に来ています。イエーイ。上手じゃない。できます。すごい。アイラです。リンカです。今日はなんとサーティワンさんの本社に来ています。イエーイ。サーティワンさんのこのカレッジで職業体験をしていきたいと思います。楽しみ。めっちゃ楽しみだね。では行きたいと思います。おすごい。サーティワンだ。マジで、マジの。すごい。はぁ、見た、こうやって、すくうやつ。おいしそう。おいしい。やばい。いっぱいある。ね。超おいしそう。サーティワンといえば、ポッピングシャワー。みんな好きなポッピングシャワー。あれ、これリンカ食べたいって言ってた。そう、これちょっと気になってますよ。ラブポーションサーティワン。インストラクターの高谷です。今日はよろしくお願いします。お願いします。そしたら早速身だしなみから整えていきたいと思います。はい、まず鏡が前にあるのでちゃんと髪の毛出てないかなとか、ユニフォームしっかりボタン止まってるかなとか確認してください。 OK、はい、OK です。そしたらコロコロ持ちましょう。はい、はいはい、開けてもらって、はい、ボタン置いてもらったら髪を1枚、はい、取ってもらおうかな。ここら辺から取れます。これでコロコロしていきます。はい、髪の毛がアイスに入ったら大変なので、はい、帽子からやって、帽子のつばもやります。うん、はい、前と肩と、もう全身やります。背中もやってあげて、できたらもうエプロンもやります。取れました。はい、取れました。そしたら蓋してもらって、元の場所に戻します。はい、はい、はい。で、ゴミは捨てましょう。はい、はい。そしたら次、手を洗いましょう。はい。手洗いの方法も決まってます。食べ物をいじるのですごく長いんだけれども、こういう順番に洗ってくださいっていうマニュアルになっているので、見ながらやっていきます。はい。はい、体洗ってるみたいな。一回分。前に押してあげて、あ、そう、それで大丈夫です。爪は爪ブラシが前にあるので、それを使って洗っていきます。めっちゃさっぱりした。あ、めっちゃ取っちゃった。で、しっかり拭けたら、はい、最後アルコールジェル、アルコールが前にあるので、はい、それをまた取ってします。はい、ゴミはね、後で捨てるかな。出てきた。今洗ったところをね、全部にすり込みます。すごい。はい、はい、はい、OK です。そしたら、お店なので最初は挨拶からしていきます。はい、はい、お客様と話すのはもう挨拶がこれが一番最初なのでめちゃくちゃ大事です。とにかく笑顔で元気でいければ OK です。はい、はい、じゃあやってみよう。私に続いて大きな声で言ってみましょう。はい、はいはい、いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ、サーティワンアイスクリームへようこそ。いらっしゃいませ、サーティワンアイスクリームへようこそ。上手。OKOKOK。 ありがとうございます。お客様が帰る時も気持ちよく帰ってほしいので、ありがとうございますの挨拶もやりましょう。はい、はい、私に続いてください。ありがとうございます。またお越しくださいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。ありがとうございます。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。上手です。OK です。半円を描きます。で、まあ、上に持ってくる。そう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 。上手。上手じゃない。いきます。すごい。ほらだ。おお。一応丸くはなったかな。すごい。一回私が説明しながら見本を見せるので見てもらいます。アイスはさっきすくってもらったこの小さいこのサイズで作っていきます。早い。真ん中にアイス入れます。向こうに行きます。はい、したらホイップを絞っていきます。ホイップ、ホイップはリンカ得意ですよ。あ、ほんと、はい、ホイップは得意です。ホイップが似合う。
タイプはね、握っちゃうと緩くなっちゃうから握らないで、そうなの。上をもうちょっとくるってやってあげて絞りやすくしますね。で、この BR っていうロゴが前に来るようにまず置いてあげます。はい、この周りにホイップを絞ります。まず上下左右絞っていきます。はい、すごい、すごい綺麗。左右ね。はい、もう可愛い。そしたらこの空いてる斜めのところに同じのを絞ります。ピョンがピョンがうまい、ね、わかる。ピョン最後ピョンが最後ここに動物立てかけるから、はい、そのためのホイップを真ん中より少し奥、うん、ここら辺かなに、お、取る、絞ります。そしたら、うん、大好き。これ好き、美味しい。これをこのスプーンの半分、半分、半分だね、かけます。綺麗にかけたいからちょっとトントントンってしながら、すごいプロの技だ。すごい、かけてあげます。はい、え、すごい、もうかわいい、もうかわいい。ただ動物乗ってないけどかわいい。最後お顔ね、乗せます。うさぎ、あ、うさちゃん。私うさぎでしないだもんね。お、これを真ん中のホイップにかけて立てかけてあげれば、はい、かわいい。さらにかわいくなる。これを作ってみましょう。じゃあ、好きなアイスで一回すくってみましょう。どれにしようかな。じゃあちょっとこの気になってるこのハートのチョコが入ったやつ、ラブポーション31にしてみたいと思います。オフ。もう緊張。よし、行きます。はっ、うまい。え、丸い、丸い、え、丸くなった。衝撃的なんだけど。線が問題。なんか、あいー、え、でもさっきより丸いよ。すごい、うまい。え、どうしよう。丸くなりました。チョコミント食べたことないからやってみようかな。え、いいじゃん、いいじゃん。チョコミントにしよう。決定。カップを取って、え、いけるかな。いきます。え、買った。え、なんで、なんかでかくない。え、待って、丸くならない。ちょっと待って、ちょっと待って。事件、事件、事件発生。いや、大丈夫、いける、いける、いける。頑張れ、頑張れ。え、待って、なんか待って、待って、待って。くっついちゃった。え、やばくない、なんか。え、ちょっと待って、ちょっと待って。一回はめすね。離れないんだけど。落ち着こう。離れない。離れないんだけど。え、押しても離れないよ。先生、先生、離れないです。助けてください。ここに、よいしょ、はい、置いて、あ、そういうこと。よいしょ、ちょっともう一回行きますね。1、なんかちっちゃい。あ、でも丸、丸だよ。2、ちょっと2回でやめとこうかな、怖い。うん、あ、いきます。真ん中に、真ん中に落ちて。え、真ん中に落ちる。落ちて、落ちて、落ちて、ね、落ちてってば。落ちて。あ、あ、でも、なんか、どうなんだ。どう、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 どう。まあ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 、よいよいよい。じゃ、生クリーム、出し、出しましょう。はい、はい、どうぞ。ありがとう。いきます。はい、行ってみよう。せーの、上。ちょん。あ、え、なんか微妙。せーの、下。ちょん。ちょん。なんかクリーム多い。ね。左。左。せーの、ちょん。ちょん。あー、いい。右。ちょん。ちょん。あ、なんかちょん。ちょんできた。なんかお花みたい、めっちゃ可愛い。え、どう？おー。まあ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 。恐竜さん。ここ重要だよ。おりそう、おりそう。あ、よし、いけた。いきます。あ、ちょっと待って、聞いてない。ダイブしないでいただいて。じゃじゃーん、こんな感じになりました。動物乗ったら可愛くなったね。可愛い、可愛
い。可愛くできた。いただきます。いただきます。 どこから最初こっちから。え、じゃあエラも横から行こう。いきます。いただきます。うん、うん、めっちゃ甘くて美味しい。え、美味しいチョコミント。31の職業体験終わりました。楽しかったね。ね、めっちゃ楽しかったし大変でもあったよね。確かに、なんか思ったよりも、うん、なんか形にならないの。そうなの。丸にならなくて、しかもちょっと時間経ったらくっついちゃうみたいな、うんうん、すごい大変でした。リンカどう？リンカもこうアイスすくうときにいつもお店ですごいと思ってこうすくってるとこ見てたけど、実はすごい難しかったし、あんなに早くできるのが当たり前じゃないってことに気づきました。サーティワンで働いてる方たちはすごいなって改めて思いました。ね、楽しかったね、うん、小学生以下の子には31パスポートもお店でもらえちゃいます。たくさんの特典もあるのでお店でゲットしてね。バイバーイ。